山下清なんだな。おにぎりがあればそれだけでいいんだな。大好きな、貼り絵ができるだけで幸せなんだな。ね、争いはしないんだな。ね、実はですね、昨日鈴鹿のお話し会、無事に終わったんですけれども、まず最初に一つ目、もう早速来年二度目の、お話し会、どうやらスタートするそうです。もう日程すぐに決まる予定です。イエイ。それから二つ目、昨日ね、YouTube に出てくださった、まあ、シャーマンの素敵な女性の方がいたと思います。で、まあ、別の動画でね、インタビュー約25分ぐらいの動画上げてますんで、ぜひ見てほしいんですが、今朝 LINE が来ててね、この近畿方面に来た時には、一緒にお話し会回らさせてくれと。で、私の知り得た、この神様とのね、このコンタクトの話だとか、そういったことを、ぜひね、なんていうお手伝いさせてくれ、知り得たことは皆さんにお話しさせてくださいって言ってね、素敵なコメントいただいちゃいました。イエーイ、素晴らしいと思いませんね。皆さん自主的ですよ、自主的。僕お願いしてないよ、お願いしてないけど、皆さんからこうやって温かいメッセージが来ました。本当に幸せもんです。幸せもん、こういうのを幸せもんって言うんだよ、こういうの。うん、で次行きます。昨日ね、これから結婚しようっていう、まあ、30代の、2人の、男女のカップルが来てくれましたね。で、一番前に座っていただいて、この、石屋の情報、それからこの世とあの世、神様の話、いろんなことを、まあ、話したわけですが、ほとんど、初めて聞くことばかりだったそうです。だから、もう、へぇ、あーっつってね、ずっと聞いてました。で、その話す途中途中で、大丈夫？もう分かってる？この先進んでっていい？って。話どんどん分かってるという前提のもとに話を先進めていくけど大丈夫っつってね、確かめながらね話をしていきました。でも僕ね、これから結婚する人、これから子供を産む人、うん、こういう人には本当に日本人の冷静の高さ、もともと人間は神であって、もう神と一体となってつ生活していた。そして、神が教えてくれた文化、それから生活習慣、言葉、うん、こういったことを、全部封印されたことをお伝えしたいなって本当に思います。ね、なんでかってね、これから、結婚し、素晴らしい家庭を作る、そして子供ができる、この子供ができた時に、生まれた瞬間からあなたは神様なんだよ。ね、生まれてきた子供を抱えながら、あなたは神様なんだ。何でもできるんだって。ね。で、一番ね、今世は何をやりたくて生まれてきたの、それは何なの、そのやりたいことを 100% 応援するよって、そうやって子育てしていければもう大成功なんです。大成功。あれしちゃいけない、これしちゃいけない、変なこと言っちゃいけないのよとかさ、ねえ、もう大人は嘘ばっかり言ってさ、ねえ、心の中と口が全然違ってて、ってそういう中にあって子育てするのとじゃもう訳が違う、訳が。それからね、もう一つ言うとね、病院で子供を産む、もうこれも時代遅れなの。もう嘘ばっかりなんだから、ね、病院でお産するなんて全部嘘だよ。皆さんを恐怖にしたんだよ、恐怖に。
本当は自宅で産んで安全なの。そして神様が全部お産の時にその母体であるお母さんをね、安全に出産に応援してくれるし、そして生まれる子供にちゃんと語りかければ子供もね、お腹の中の赤ちゃんもね、お母さんと共に痛くないように安全に生まれてきてくれるので、例えばお腹の中の赤ちゃんにいついつ生まれてくるのって聞くと、ね、何月何日ねってちゃんと教えてくれるんだよ。教えてくれるのね。そしてお産をして、その後胎盤の処理をして、そしてその胎盤の本当の使い方ね、処理の仕方ね、そういったことを皆さんみんな全部全部知らないの。嘘ばっかり教わってるの。そういった意味で本当にね、一つ一つがもう生まれてから何の無駄もないね、知識ね、そして、神の法則、こういったことを伝えられたことが僕はとても嬉しい。うん、あとは本人たち二人がね、僕の話を一回じゃ分かんないと思うから二度三度、うん、聞いてもらう、うん、これがあとはご本人の二人の問題です。うん、ただね、なんていうかな、24時間みんな同じ平等にあります、一日ってね。だからこれをこういう真実を知るために一日を使うのか、それともなんかこうディズニーランドに行ってね、その場限りの楽しみのために使うのか、うん、それは全部、皆さんの個人の自由意志です。自由意志、どんな選択しても僕はいいんです。ただ僕は未来のことがある程度分かってます。はい、なので、今のうちに御霊を磨かないと、後悔を残すことだけは皆さんに明確に伝えておこうと思います。あの時橋本の言うことをちゃんと聞いてればよかった、あの時橋本の話してたことをちゃんとね、魂のこっちで腑に落としておけばよかったって死んだ時に言わないでくださいねそこだけですね。もう死んだ時に、はあ、こんなはずじゃなかった、あれやっとけばよかった、これもしておけばよかったって、そう言わない人生だけ送ってください。なぜ？ほとんどの魂が後悔して死んでってるんです。だから何遍も何遍も輪廻を繰り返したがるんです。わかりますかね。まあそんなことで今日一日、僕自身も大切に一日を過ごしていこうと思います。皆さんも本当にいい一日をお送りください。よろしくお願いします。もうなんていうか、もう案外いいことを話すハッシーなんです。イエイ。